牧野ゴ六郎牧野ゴ六郎明治2年6月28日は幕末の備全国岡山藩主で尊老上位の志士である。父は鈴木田長兵衛、母は佐代、牧野家に養子に入る養名は幸ウザブ名は聖剣、演祖は三河国の牧野信成、その孫の牧野上門が池田テルマサに召し出されたことが先祖の池田家士官の由緒である。 火影6年11月14日、幕府より黒船来航のため、岡山藩に、暴走警備と、竹が、丘、安政5年6月まで続いたの命令が下ったので、参謀聴覚で、岡山から現地に赴いたが、暴走の大津説を作り兵士と共に毎日主演を、開き騒いだり、総司令官の、生き長とも、茶の湯遊びにふけていたため、部下の香川栄五郎が、池田義政に、 私風刷新の憲白書を提出する騒ぎにまでしている。文久2年8月、吉政に、左大臣、一条忠良より密使を通じて、町名を廃止国事修戦せよとの依頼あり、同年10月も、朝廷より、修戦報告の打ち直を受けたが吉政は、砂漠派と尊上派の板挟みとなり、また病気も患っていたため、動きが取れなかった。そのため、尊上派であった、県六郎は、 土倉左前、土井天前、伊藤左兵、江美王の神らと共に独自に、国事終戦方として、京都に上落して、活動を始めたが、田だは、岡山藩主と連携して、薩摩藩、長州藩を抑えて、朝廷での主導権を取る目論みがあったが思うように、いかないため、吉政を隠居させるようにと激怒したという。その後、池田政戦を名しに立てて、 京都で活動したが藩主自らが先頭に立つ殺長相手に思うようにいかなかったので、吉政を隠居に追い込むこととしたが吉政の息子、金江五郎は暗具であるため県六郎と、江美は一条忠香に相談に伺い、忠香は、三戸の黒を丸二世と言ったので上層部に黒を丸を養子にするようにと上進したという、慶応元年、森下立太郎を軍部業に推挙して、後に自身の副診とした。 同年、海大古武業だった、県六郎は、池田茂芸生に、藩の軍艦、武器購入のため花房小太郎を長崎に派遣するよう、進言した。その後、小太郎は、藩上総部に東欧留学を上進したが、許可されなかったので、県六郎は藩に内密で自ら金銭を都合して、慶応3年3月5日に、長崎から東欧させたという、慶応2年3月、 岡山藩軍事御用係となる。文久三年二月八日に、尊上派に押されて藩主になった、池田茂正であるが次第に迷走するようになり、実刑の徳川義信が、将軍になると、一切の懲爆艦終戦の仕事から身を引いたため、国事終戦型の新城厚信、津田高堂、平井茂道らが隠居を迫り万世峠から、岡山城へ、大砲の音を鳴らして威嚇する事件があり、 茂政より、役目秘めん、実況謹慎を命ぜられたが、県六郎が取りなして、実況謹慎を解かせた。慶応3年10月初旬、京都で小松清錬、福岡皇帝、後藤昌二郎、辻正とも、鈴木創造らと会合し、県六郎が、吉信に、将軍職を朝廷に奉還せしむるのみと発言し、大政奉還に、意思統一させたという。十月十三日、 二条城で徳川義信に謁見して大政奉還を権限した。翌年6月一旦隠居したが、同年7月に隠居最近となって岡山藩軍事顧問を務め、明治2年、同藩警報主事情席賛成となる。同年に死去、去年51、など、ありがとうございます。